今日はパリセイティド・エンカプシュレイティドニューローマの病理組織像の解説ですまずこちらのジェラット・ガードナー先生の解説動画をご覧ください聞き取りにくいところはこの後私が日本語で解説します提示されていた症例は肩からのシェイブバイオプシーされた神秘内の結節でした一系性のない均質な防水系細胞からなっていました 低倍率でもわかるのは、列撃のアーチファクトです。慣れてくると、これで神経系腫瘍の印象を持つことができます。手腕細胞に見えます。束状に配列し、個々の束の間に列撃のアーチファクトが入っています。神経線一種と考える人もいるかもしれません。それとの違いは、列撃のアーチファクトがあること、束の絵形成があることです。診断は、パリセイディドエンカプシュレイデドニューローマ、別名、ソリタリーサーカムスクライブドニューローマです。 名前はそうですが、被膜はあまりないことも多いです。通常は境界明瞭ですが、そうではないこともあります。パリセーディングもきれいに見えることもありますが、微妙な時もあります。パリセーディングはシュアノーマのベロ系ボディできれいに見られますが、定時症例でもパリセーディングは見られましたが、小さくて気づきにくいものでした。本章は、良性の神経系腫瘍です。唇、頬、鼻など顔面に好発します。 臨床的には真珠用の光沢があって、既定細胞癌のように見えて整形されます。時に多結節性でプレキシフォルムとなります。プレキシフォルム・ニューロファイブローマと間違わないようにすることが重要で、NF1 に生じるものではありません。パリセーディングがあることから、シュワノーマとの鑑別が問題となりますが、神秘内にシュワノーマのように見える病変があったら、実は本性である可能性が高いのです。 シワノーマが神秘内に生じることは極めて稀で普通は皮下下、心部結合式内、脊髄の神経節筋膀、交付膜などに生じます背景にムチンが見られ、神経系腫瘍の特徴を示していますどのような神経系腫瘍でも、核のクロマチンが脳腺している像も散見され多形性もわずかに見られたりします他の神経系腫瘍については別の動画で解説しますということでした はい。いかがでしたか今日のこの背景画像もパリセイディド・エンカプシュレーテッド・ニューローマで、神秘内の結節です。拡大してみますと、列、えー、劇がこのように見られます。さらに拡大を上げてみると、パリセイディングも見られます。このような部分ですね。はい。今日もご視聴ありがとうございました。